短期最高峰3番長尾豊で赤番です。5番高田修太が勢いよく関東勢を抑えまして先頭に立ちました。3番長尾豊まで出まして、7番片織は4番手から5番手へ、4番森安孝之は関東勢追走を続けましたが、早めに仕掛ける片織は3番長尾を決めて4番手を取る。5番も高田修太が反応して先行体制、7番片織4番手決めて長尾は交代していきました。4番森安も立ち遅れる形で再び追い上げようとしています。5番高田修太先頭で残り1周、後ろ8番藤木豊と2番伊藤翔太、近畿中部勢の先行に4番手取った位置から7番片織亮太まくっていきまして、前へと接近関東ライン、近畿中部勢の踏み直し、5番の高田修太、7番片織まくり届くかどうか踏み合っている接戦だが、7番片織捉えて先頭に変わった。間から8番藤木豊と1番武藤敦弘、1番武藤敦弘差し切って降臨、2着7番片織亮太、3着は6番